どうなる教育無償化を実現する会。滋賀県の政治界にとっては大変大きなニュースで、新しいと教育無償化を実現する会。まず表で言いますと、前原さんは熱い気持ち、国民民主党の玉木さんと田元を分かちました。ここで気になるのが維新との関係、維新の票取り込みたいか。原さんというのは滋賀県知事もやられた方ですが、まあ、国民民主党入ったばっかりだったんですが、すぐにやられた。立憲の徳永さんも入っておりますので、次の衆議院選挙維新なんかをバックにしながら出てくるんでしょう。斉藤さんは前原さん秘書をやってましたので、ね、強い絆があるということでしょう。お金ということで言いますと、1月1日までに政党を結成しないと政党交付金をもらえないというところもありますので、この最低人数の5人で決闘したというのは言えると思います。今自公がボロボロになっているところであります。対抗する勢力がないのも事実です。今後どうなっていくか注目です。